はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。と、ね、クレイト攻撃側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まあ、クレイトは数少ないね攻撃側有利と言われるステージなんですけども、横めっちゃいない、拾われてるじゃねえか。ナイスナイス、右まだいるよな。あ、下行かれ、ごめん下打ちしちゃった。ん、拾われたのどこだ、そこか、落ちやばい、そこの窓から顔は出しづらくなったはずだけど、ごめん拾われたわ、ごめん詰めてるけどやられている、完全なる闇だ。スナイパー気をつけよう。いやちょっと間に合わんなこれ。イオンディスラプターが使用された。 ATM6 をレジスタンスの襲撃から守り通せ。撃たれないようにね。ここポカスカ撃たれちゃうとすぐ敵のヒーロー出てきちゃうんで、ですぐ敵のヒーローができたら敵のヒーローめっちゃ護衛してという、まずいってまずいって俺が止めなかったばっかりに。チキショー来てるね。もう一個撃たれるな。左守れねえわ。どこ行った？あれもう一個持ってったやつどこ行った？あ、中央にまとめたのか。ただこれギリギリで撃ってくるパターンもある。オッケー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 。まあ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 止めた。俺がボンミスして撃たれたとこ以外は、俺がボンミスして撃たれたとこ以外はよかったはず。でこれで味方に索敵を巻きつつも、弾詰めか、それも行く、それも追いついて、お前たちの役目を思い出せ。裏切り者フィン来てるらしいぞ。エアリアルまだ生きてんなこれ多分。撃たれてる、いるな、やっぱ違う。いててててヘビーが後ろにいるのまずい、ヘビーが後ろにいるのまずい。シス使うか、シスシストル頑れ。あ、変なとこ投げてた。後ろから歩きそうで怖いな、ヨーダが。マスターヨーダいるだろ。いいよ。俺も、チングレ。チェーンが作れねえと。やばい、み、ナイス、いいよ、キルを上げるよ。俺もキルして本当はあれ欲しいけど、それはねある程度視界ができんかもしれん。我々の精鋭が到着した。ナイス、ちょっと痛い痛い痛い、オービタルストライクマジで痛い。
するの。いる、いた。俺狙ってくる鎮圧グレネード、あそこいるね、ピンがいるんだ。鎮圧グレネードだけじゃダメか、当たってない、やーずいな、撃たれるな、あれまず左撃たれるっす。鎮圧グレネード当たんねえか。俺も行くぞ、そっちもいるでしょ。ナイス、いやマジ強いよ。 ATM6 まもなく攻撃位置に到達。行くか、あっ入った。うん、ベイダーキョン続け。気づいてないな。撃たれてる。そこは守ってくれてるから。いやいや、行った方がいい。ここじゃねえな。敵主力がいるとこ行った方がいいんだよ。撃たれている。ナイス、もう一個中に持ってったやつ見たいな。ここか、はい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 、はい、いいよ、マスク守るよ。いいよ、モスクガス効いてる、ガス効いてる。ナイス挟み込み、うまうまい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 。ただ60撃たれてる。いや敵強いんだが。未確認のレジスタンスリーダーが現れた。こっちの方が有利とはいえ、敵マジ強くないか。邪魔するものはすべて始末しろ。驚異的なこのホーミング性能を見せてやる。まあまあいるね。新しい命令だ。レジスタンスの脱出シャトルを制圧しろ。よしよし、帰らせない。いきますが、索敵が少々お時間いただいております。いる、ヘビがいる。オッケー、いるね、そこもいる。奴らの回路を塞げ。まだフィンいない。グレネードから離れろ。はい、どうすぎだって。ターゲットをスキャン中。なんかいる。ちょ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 
ぐに終わる。鎮圧グレネード入ってると思う。鎮圧グレネードは入っているが、敵強えな。これ上取りてえな。いてて、降りてんのか。そうだね、STI の圧必要かもしれんな。ただ、ね、STI を援護できるほど上げられてないんだよな、ラインを。ここまで敵の方が上手です。ヨーダに引っ張られてんのも辛いとこだね。いや、きつそうこれ。あ、そこかしこに敵おるんよな。何がいい？そこかしこに敵がいる。左取った方がいいのか。ちょっと荒らされてて辛いな。左取ってとりあえず相手のライン下げた上であれを出すのがベストだと思うんだよな。てるよな。マジかよ。ただラインは徐々に上がりつつあるから、ってか横だよな。あれなんなん、マジで。制圧が進行中。であんまり横で撃たれてもしょうがない、しょうがないから、まずは真ん中入ろう。まず真ん中入って、でもう1台いるから、もう1台に任せながら、ハンガーを確保しろ。オッケー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 。いいよ、ハンソロも落ちた。うお、きつかったなぁ。ここまで来るのに相当やられたなぁ。いや、まだきついのか。エアリアルに遊ばれてんだな。急げ急げ。またエアリアルだ。エリア取ろう、エリア取ろう。オッケー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 。戦いばかり求め。レジスタンスの精鋭が現れた。優先して倒せ。硬い硬い。頑張れ。相当粘られたな。まだサイドいるんだが。サイド任せていいか。まあ、この程度じゃ死なん、一気いる程度じゃ死なないから。それは痛い。おー、一気程度じゃねえぞ。一気程度じゃない。またサイド取られてんのか。サイド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 だって。サイド無視しすぎ。そこそこそこ、サイド行ってるやつやんないと。 SD が全滅する。あれ壊して、入って入って入って、エリア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 、エリアに入ってないと死ぬぞ。裏入られてんの。ちょっと待った、マジでエリアに行かないと死ぬ。
いや、いるってあのベイダーを守らないと死ぬぞ。またサイドアタックされてそうな気がすんな。これ左が今度空いてるね。味方のベイダーどうなった？行動ハンガーに部隊が到着した。そこか。なんでこいつがあんな回復してんの。それは倒せるけど、サイドアタック止めてくれ。マジでこのサイドアタックがめんどくさいんだって。ただベイダーは助けたから、サイドアタックなんだよな。味方の増援が到着した。我々の精鋭の一人だ。頼むぞ。あと ST、 ST なんだよな。ST 壊されている。やっぱその左だよな。そう、その左やらないとダメなんだよ。そうそう、ここをやった上、まだいるじゃん。どこだ。そこをやった上で、そこをやった上で、なおかつライン上げて、うわー、そこにいんのか。あともう一押し、ダメ押しで出すしかないな。倒してる。ST 出して誰かがサイドアタック確認しないといけないから、行動ハンガーはあと少しで抑えられます。ナイス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 。レジスタンスを交代させた。次は連中を完全に叩き潰す番。確認しろ。まあそこにもいるぞ。まだ一人いない。もうさすがに。こっからどれだけ上げれるかだからな。焼け焼け。どうセントリー。悪くない悪くない。頼むこの人から出してくれ。奥から減らさないときつい。奥から減らさないときついっす。奥から減らさないときついっす。ファズマ姉さんもうそろそろ前からきついっす。エアリアル来るからな。エアリアルだけ止めといてほしい。いけるいけるいける。頑張って。頑張って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 。あるぞ、チャンスあるぞ。まだまだチャンスある。めっうわー出たー。ノーチャンスっぽいです。いやつらっ。いや第2フェーズで粘られすぎたな。
ちょっとどっちつかずになっちゃったな、きつかったな。どっちつかずになっちゃったのきつかったね。いやー、あれなんだよな、その警戒度が。さすがに全部一人で見れないから、ちゃんとサイドアタック止める人とかってやっとかなきゃいけなかったんだよな。こうメタがあるからさ。いや、粘られたー。いや、粘られちゃったなぁ。第2フェーズの攻めだな、第2フェーズの攻めが。ちょっと噛み合わなかったね、味方と。で、やっぱ ST 乗ってて撃破された人は ST にメタ貼られてるところに対してメタを貼らなきゃダメなんだ。で、あれヒーローに全部やらせるわけにいかないから、ヒーローはヒーロー止めてるから、その間に、展開されてないか、どこに敵が展開してるかを見ながら、きちんとサイドアタック止めなきゃいけなかったんだけど、サイドの意識がちょっとなかったなぁ。ST 出してる人が少なかったっていうのもまずかっただろうね。ST 対策してる人に対してのカウンターが、全然うまくいってなかったね。まあ、全戦力、だからヒーローがちゃんと抑えられて、ヒーローに合わせてヒーローメタしてるんだとしたら、ヒーローを取って真ん中取っちゃえば勝ちなんだけど、あれヒーローが五分五分の状態だと、サイドアタック止めないと、ST が入れないから、まあ不利な中、相手の守りが上手かったっていうのもあるけども、言うてな。はい、というわけで今回は、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。